こんなに可愛くない。可愛くないな。どれやったらいいんだ。まあ一旦これにするか。ちょっと右違う塗り方してみよう。まだ左の方がいいかな。これでいいか。いや、なあ、どうやろ。寒い。
回全部落とそうかな。可愛くないな。一回落とそうかな。でも落としたところだよねんな。これ見てみようかな。全然良くなかったです。中学生寒い。寒い。こんにちは。部屋片付けたいけどな。なんか疲れすぎて何もできん。
しゴム出してなかったか。
かる。右手塗ろう。
猫背か。勉強してたらそりゃそうやろ。勉強してる時までこんなんやったら目見えへんやろ。
直そう。一色だけにするわ。このページ終わったら買いに行く。
よし、あと2ページ。取ってこよう。ネイル落とすやつ。いや、これでいいかな。これでいい気もしてきた。なんならこっちだけ取りかけたやつもう一回塗ろう。そんな見えひんしな。ドラえもんみたいな、ドラえもんって言ってもた、ディエモンみたいな。どんどん爪が分厚くなっていく、塗り重ねてるから。取るときめんどくさいんやろな。まあ今は関係ない。爪伸びんの早っ。秒で伸びるやん。残り12時間、ほんまや。8期2周年やで。8期2周年何しようかな。あ、そう、あ、いいや。そういえば青春公園の初日のお花を今更ながらあれにしました。ドライフラワーにしました。さっき8期2周年何しようかな。なんかプレゼントしたいな。買いのないかな。今からできそうなもの
なんか買いに行くにしてもちょっと寒いしめんどくさいしな。似顔絵とお手紙いる？いるか？いらんくない？ありがとうとは言うと思うけど、いるか？似顔絵お手紙はいるかもしれへんけど、似顔絵いる？いや私はもらったら嬉しい。それは8期がくれたってなったら嬉しいけど、いる方が知らなそうじゃない。めっちゃ私は似顔絵とかめっちゃ嬉しいけど、趣味の話もらう人が8期やったら別に何もらっても嬉しいけど、それが他でも通用するかな。間違えて B つけちゃった。分かれへん。
こらへん。分かれへん。ええわ。
と終わった。なんかグラデーションっぽくなっちゃった。まあなんでもいいけどね。あんまり可愛くないな、やっぱり。まあいいや、とりあえず終わったし、数学もまた1ページやし、左手で描いてる。しかも爪取れへんように描いてるから超汚い。
これ最後のページ熊さん先生見たらびっくりするやろな。字汚すぎて左手で書いてるもんな。えってなりそうやな。他の人に頼んだんかなってなりそう。何があったんって聞かれるかもしれへんな。まあいいか。早く右手乾けへんかな。右手が乾いてくれたらいい話ないけど、左はもう乾いた。あ、でも右もいけてそうだけど、よし、右がいけたんやったら平行線の何や錯覚？角度かな。数学終わったけど丸つけが残ってる。あー寒。え、ネイルでこんな時間かかってんじゃないで。課題しながらネイルしてるからこんな時間かかってるだけやで。なんならマニキュアじゃなかったらもっと早く終わんで。いや、サロン行ったら知らんけど、家でやったらもっと早いよ。寒い。寒いけど暖房効けへんもん、この部屋。部屋片付けんのもしんどいし。
お腹空いてないからお昼いない。けどいなんて言ってもさ、食べなあかんからって言ってさ、やるからさ、お腹空いてないやって。わかるで、別に食べなあかんのもけど、別にお腹空いてないんやったらいいんじゃない。食べた方がいいやったらわかるけど、食べなあかんのはなんか違う気する。課題もしてるし、やっぱりやめようかな、やっぱりやろうかなとかずっと悩んでるから遅いやと思って。
さくちゃんの部屋ってシンプルでいい感じがする。こっちしか見てないからやろ。めっちゃ汚いでこっち。なんかストレス溜まったらこうなる。部屋片付けてる場合じゃない。
習った範囲に入った、範囲っていうかこのページは習ってた。めっちゃスギルドやん、すげえ。
こいつもうちょっと考えたい。もうちょっと。違うかった。
2ページ。
た数学。でも補足シートみたいな、補充シートみたいなやつがないねんな。こっち英語やろ。ここに入ってんのかな。国語、数学、対策シートがない。で、社会の対策の挟んだやつがあるから、理科、理科の対策クイーンと言ったやつはこれかな。学習の確認テスト、これか。チャレンジ対策、まあ探そう一旦で。付属プリント1枚はあるの。で、英語のやつとマークテストみたいなやつが違うとこにあるね。違うとこにあるやつを持ってくる。よいしょ。あー寒い。理科の対策が終わってますね。理科の対策で、これも終わってる。理科のいらん方、
数学のあれどこ行ったのかな。これは完成。とりあえず英語か。日記書こう。あー寒いけど下こたつないねんな。もうあったかい場所がない。どうしよう、めっちゃ寒い。暖房も効けへんし、こたつ汚れたから洗ってね今から。こたつもないからめっちゃ寒い。の回答、回答に紛れてないかな。理科の回答、社会、国語、教科書、国語、数学、ないよな。これが完成やろ。日記あるとして。もう疲れた、しんどい毎日。厚着しても寒いのは寒いよ。全然笑ってる場合じゃないくらいしんどいねんけど。しんどいって言っても誰も分かってくれへんし、ただただずっとしんどい。年末までこれからって感じ。めっちゃいらないけど、部屋片付けたいけどやる気出へんし。ルームス配信しながらやるわ。14時までしか配信できひんから今日は。ショールームの話ね。だから別にアンジュさん見たからってストレス解消になるわけじゃないって何回も言ってるやん。集中してなくても疲れるよ。13位黄昏さんありがとうございます。12位オレオーズさんありがとうございます。11位ゆめゆめさんありがとうございます。9位まちかねふくきたるさんありがとうございます。8位みんうえんさんありがとうございます。7位あらけんちょびさんありがとうございます。6位たかひでさんありがとうございます。ここまで行ったっけ。5位ジョンさんありがとうございます。4位マキコさんありがとうございます。3位佐藤くんさんありがとうございます。2位ムーチョさんありがとうございます。1位ダンズさんありがとうございます。ありがとうございました。ルームスーするって言っても喋らんけど。